どうもナオチンです。さあ今日も未来のトランクス編行ってみましょう。結構釣れましたよ、ご飯さん。どれどれ、トランクスの方が多いか。やったー、ご飯さんに勝ったぞ。やるなトランクス、俺のお父さんよりもうまいかもな。それで釣った魚はどうします？そうだな、お腹も減ったし焼いて食べるか。全部食べるの？さすがに食べ過ぎたかな。全部食べたんだ。結構釣りましたからね。あ、そうだな。どうかしましたか？いや、いつものトランクスに戻ったみたいだな。あ、ありがとうございます。僕の気分転換のために気を使ってくれたんですね。別に気を使ったわけじゃないさ。これも修行の一つみたいなものなんだから。え、釣りをして魚を食べることがですか？そうさ、お父さんが亀仙人様から教わった亀仙流の教えだよ。よく動き、よく学び、よく遊び、よく食べて、よく休む。日々を楽しく暮らすことも修行の一つだってね。そうか、いい教えですね。こうしてると俺が子供の頃ピッコロさんと修行してた頃のことを思い出すよ。その時はこんなひどい人と二人っきりで半年も修行続けるなんて地獄みたいだって思ってたけどね。ああ、そういえばその時は地球を襲撃しに来たベジータさんたちと戦うために修行してたんだっけ。そうだったんですか。そのせいでご飯さんがひどい目に。いや、なんだかすみません。でも今はそのベジータさんの息子の君と修行してるなんてなんだか変な感じだな。ピッコロさんも俺を鍛えてくれるずっと前はお父さんと戦ったっていうし、不思議な運命を感じるよ。そうやって運命でつながっていくんですね。そうだ、君には俺だけじゃなくずっとつないできたお父さんやみんなの思いも受け継いでもらいたいんだ、ご飯さん。だから君は絶対に死んじゃいけない。死なないように俺が鍛える。君は人々の平和を守る最後の希望なんだ。大丈夫、すぐに俺よりも強くなれるさ。あと一人ベジータがね、残ってれば時代は変わってたんだろうけどね。あ、俺と一緒に強くなろう。そして平和を取り戻すんだ。はい。ピッコロさんがあの時命を懸けて俺を守ってくれた気持ちも今ならよくわかる。君は俺たちが残せる最後の戦士、そして最後の希望。君が命を懸けて守らなければいけないものはこの世界に生きる全ての人々の平和だ。強くなれよトランクス。トレーニングルーム上から順番にやってます。今回セルだね、レベル105。1個前のセルはちょっと攻撃力が高かったんだけども、ああ変わらずだな。あ、いやでもそんなもんか。え、何？あ、太陽拳だ。太陽拳した人。うわー、もう倒しそう。おお、早くヒートアップしないと俺やっちゃうよ。当たんない当たんない。魔漢交差法もしてくる？当たらないよそんなんじゃ。
よし、もう決めようか。あ、いた。ヒートアップすらしないの。ヒートあ、なんか金色になった。何もしないんかい。あ、もうスラッシュダウンキックで決める。